私もあなたと同じだから。あなたも知っていたでしょう。いや、私が本当のさくらではないと。あのさくらが大事だと思ったのに俺の心じゃない、お前だろ。ごめんなさい。それから将来ありがとう。あなたのさくらが待ってる。必ず。だからどうか、この世界にもう金はない。なら、あなたの本当の大切な人のために、自由に次の世界で羽を探す。私たちは作り物でも同じだから、あの二人が生きていてくれれば終わりじゃないか。行かないで。あなたは。